アドリアン・ビラールトは、フランドル出身の正規ルネサンス音楽の作曲家。ベネツィア学派の開祖でイタリアに移住して、フランドル学派のポリフォニー様式を同地に定着させた、世代の北方出身者のうち代表的人物。おそらく、ブルッヘの出身だが、二次資料が示唆するのは、ルーセラーレの地である。ビラールトの門人で、16世紀の著名な音楽、理論家。 ジョゼフ・フォーザルリーノによると、ビラールトはまず方角を学びに、パリに赴くが、結局のところ音楽を学ぶ決心をしたという。同地で、フランス宮廷礼拝堂の主要な作曲家のジャン・ムートンに出会って入門する。ややあって1515 15年頃、今度は最初にローマに向かう。ィラールト青年の音楽的能力をほのめかすようなアネクドートが今も伝わっていて、それによると、 ヴィラールトは自作のモテットがローマ教皇庁の聖歌隊によって歌われているのに気づいて驚いているとさらに驚いたことに礼拝堂の歌手たちはその曲がかの有名なジョスカンの作曲であると思い込んでいたというそこでヴィラールトが相手の思い込みを訂正して自分こそがその作者であると事実を告げてやると礼拝堂の聖歌隊から二度と歌いません ときっぱり断られたというのである。実のところそれほど、ビラールと初期の様式は、よく練れたポリフォニー、西部間の巧みなバランス、模倣の頻繁な仕様など、ジョスカーに非常によく似ていた。1515 15年7月になると、フェラーラで、一方リトデステ一世の宮廷に仕えるようになる。一方リトは、旅好きで、どうやらビラールとは、主君に同行して、 各地を回ったらしく、1517年から1519年まで、ハンガリーに住んだらしい。1520年に、一方リトが亡くなると、ビラールトは、フェラーラ公、アルフォンソ・デステに仕官する。1522年になると、アルフォンソの宮廷礼拝堂に職を得て、1525年まで、同地に滞在。1525年には、 ミラノの一方リトデステ2世に雇われたという記録が残っている。ビラールとの契約のうちで最も重大で、なおかつ西洋音楽史上で最も重大な契約の一つがベネツヤアのサンマルコ大聖堂学長への着任である。同地の音楽はビラールとの前任者、ピエトロデホシスピエトロデホシスの下で社用を迎えていたが、それが間もなく改められたからである。 ビラールトの1527年の契約から1562年の政果まで事実上の終身学長としてその地位を守った。ヨーロッパ中の多くの作曲家がビラールトの門を叩きにベネツヤアを訪れたが作曲においても声楽においてもビラールトの水準は高かった。かつてフェラーラ家の主君に仕えていた期間にビラールトはヨーロッパ各地に 数多くの影響力のある人物と信仰を結んでおり、その中にはミラノのスゴルツ家も入っていた。疑いなくこうしたことがビラールトの名声の広がりと、その後に北方諸国の音楽様式を北イタリアに移植し、開花させる上で大いに役立ったのである。ビラールトはルネサンス時代の最も器用な作曲家の一人であり、ほとんどべての既存の音楽様式や楽式によって、 作曲している。人間的な力量によって、また、聖マル個人学長という中核的な地位によって、ビラールトは、ジョスカンの死からパレストリーナの時代の到来までの間、ヨーロッパの中で最も影響力のある音楽家となった。ビラールトは、後に、ベネツヤ学派の分割合唱様式が発展を遂げる、上で礎となるような交渉様式を開発したと信じられている。 聖マルコ寺院の本祭壇の両側には二つの聖火体積があり、それぞれにオルガンが一台備え付けてある。ビラールとは合唱団を二つの部分に分け、それらを交互にあるいは同時に利用している。そして紙編などの宗教曲を二つの交代し合う合唱のために作曲し演奏した。このような新機軸はたちまち成功を収め、 新たな方法論の発展に強い影響を及ぼしたのである。1550年にビラールトは分割合唱のための詩編集サルミー・スペザティを出版した。これがベネツィア学派の最初のコーリ・スペッツァーティ様式による作品である。ビラールトはこのような交渉様式ないしは複合唱の方法を最初に用いた作曲家というわけではなかったにもかかわらず、それを有名にした。 最初の人物であるとは言えるだろう。ビラールとは、作曲家としてだけでなく、教育者としても結出していた。門弟には、チプリアーノ・デ・ローレや、聖マルコ寺院の公認学長、コスタンツォポルタ、フランチェスコ・ダン・ラ・ビオラ、ジョゼフ・ホツァルディーのアンドレア・ガブリエーリとその多いジョバンニがいる。彼らが来たるべき、ベネツヤ学派の核となった世代であり、バロック音楽開始の時代を告げる。 音楽様式の変化の時期に決定的な痕跡を残すことになったのである。ビラールとは非常に多数の作品を残した。8曲のミサ曲、50曲以上の詩編集、150曲以上のモテット、およそ60曲のフランス語のシャンソン、70曲以上のイタリア語のマドリガーレ、そして若干の気楽曲リチェルカーレである。レデュアートラバーユ、ありがとうございます。